だけ鳴らしていた。走らせないのは靴のせいじゃなくて、踏み出す勇気がないからなのに、胸を突き刺す感情は誰かを変えるためにあるのよ。とてあたしのフィクションで刻み、いそう形に変えて、新しいドア開くよ。涙流したけど、押し殺した声は無駄なおく伝えてる。何か起こるはず期待してるだけだ。やぶやば積もってゆくばかり、胸を痛める感情は誰かを愛すためにあるのよ。とて秘密な現実壊し、可能性すべてかけて勝負に立ってみなくちゃ。もう絶対ダメなんて思ったらバカだから、ゲイアゲイ、何度でもトライアゲイ。時計の針存在の日々押し寄せる焦燥感